ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。いきなりだけど最近目に焼き付くような CM って減った気がしない？本当にいきなりだな。確かに霊夢の言う通り。昨今は厳しいコンプライアンスやすぐに炎上してしまう世の中だから、インパクトのある CM 作りというのも難しいかもしれないぞ。昔はもっとはちゃめちゃな CM や、衝撃的すぎる CM とか癖になる CM なんていうのも多かった気がするんだけど、時代が違うからこそ、今では絶対に放送できないような CM もあったりするんだぜ。令和となった現代では考えられないような CM なんていうのもあったりするのかしら。じゃあ今回は、令和では考えられない CM を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一つ目に紹介するのは、細川文江さんが出演して話題になったバスロマンの CM だ。懐かしい。この CM、めちゃくちゃ覚えているよ。アース製薬から発売された入浴剤バスロマンの CM というだけあって、細川文江さんがお風呂に使っているシーンがなんとも印象的だぜ。たわわなお胸もチラ見せしてて、セクシーだったよね。バスロマンは今までいろんな商品が発売されていて、種類に合わせて何通りもの CM が放送されていたぞ。そうそう。毎回、ちょっとセクシーが溢れすぎじゃないかってドキドキしながら見てたわ。中には、細川文江さんが体に巻いていたバスタオルが、はだけてしまうシーンなんかも存在していたんだ。きっと世の男性たちは、細川文江さんの豊満なたわわに釘付けだったでしょうね。今の時代にバスタオルがはだけるシーンを放送したら炎上しちゃいそうだわ。まさに令和では考えられない貴重な CM だぜ。そういえば、最近も細川文江さんが出演したバスロマンの CM が放送されていなかったっけ？ああ、実は15年ぶりに細川文江さんが、バスロマンのみんなでダンス編に出演したことで話題になっていたぞ。15年経ってもなお、ナイスバディは健在ね。まさにロマンあふれる CM だぜ。二つ目に紹介するのは、本上まなみさんが出演していたコカ・コーラ、爽健美茶の CM だ。またまた入浴シーンなのね。お茶の CM で入浴ってつながりがあまりわからないわ。入浴シーンの意図はよくわからないが、この CM では本上まなみさんが温泉に浸かりながら爽健美茶の歌を歌っているぞ。爽健美茶を飲めば癒されるってことなのかしら。当時、本上まなみさんはグラビアアイドルとして活動していたことから、ちょっとセクシー路線の CM を作りたかったのかもしれないな。なるほどね。本上まなみさんがグラビアアイドルってあまりイメージつかないけど、当時から清楚な印象が強かったから、爽健美茶のイメージにはぴったりだったと思うわ。この時代に放送されていたら、いろいろ突っ込まれそうな要素はたくさんあるが、どれも爽やかな印象を与えた CM になっていたことは間違いないぞ。それも本上まなみさんが持つ抜群な透明感のおかげと言えるでしょうね。三つ目に紹介するのは、攻めすぎていると話題になった五ヶ瀬ハイランドスキー場の CM だぜ。スキー場の CM が攻めすぎてるってどういうこと？五ヶ瀬ハイランドスキー場は、宮崎県にある日本最南端のスキー場なんだが、2013年に放送された CM が過激すぎると一躍話題になったんだ。過激すぎるって危険なシーンでもあったのかしら。スキー場に降り積もるふわふわのパウダースノーを白い T シャツを着た女性の胸元で表現していて、いかに柔らかい雪を胸元で表すことができるかと、たわわなお胸をわざと寄せたり揺らしたり試行錯誤していたぞ。いやいや、そもそもパウダースノーをお胸で表現すること自体、無理があると思うわ。よく、この企画で OK が出たわよね。斬新すぎて忘れられない CM になりそうだけど、相当批判も相次ぎそう。実際、この CM は様々な物議を醸し出してしまったんだ。そうでしょうね。放送中止になったりしちゃったのかしら。結果的にテレビ局から放送規制がかかり、一部の放送局では深夜帯での放送となってしまったんだぜ。一部の男性陣にはとっても受けの良さそうな CM だから、ある意味好評だったのかもしれないわね。当時は意外と世間にもネタとして受け入れられていたようで、翌年には自虐的なギャグも盛り込みつつ、恋愛ドラマのようなストーリー仕立ての CM にリニューアルしていたぞ。自虐ネタにしながら、しっかり前回の CM らしさも残して、らしさを貫く姿勢に好感すら持てるわ。これは五ヶ瀬ハイランドスキー場のファンがつきそう。その後も、いろんなバージョンの CM を放送し、どれも話題を呼んでいるようだぜ。ちなみに街ぐるみで町長も五ヶ瀬ハイランドスキー場の CM に出演したんだ。すごいわね。ここまで思い切りがあってギャグセンスが高いと炎上も味方につけるのかもしれない。スキー場にも足を運んでみたくなったわ。四つ目に紹介するのは、グラビアアイドルや女優として活躍している。中村静香さんが出演したゲーム天空のクラフトフリートの CM だぜ。中村静香さんの可愛さが半端ないわね。実際にゲームキャラとして出てきてもおかしくないわよ。中村静香さんが出演した天空のクラフトフリートは、空中艦隊アクションバトルゲームで、コスチュームに身を包んだ中村静香さんが、飛空艇の修理や掃除をする出撃準備編と掃除編が放送されたぞ。
可愛らしくて癒し系なイメージのある中村静香さんだけど、クールでかっこいい一面も見えるのね。だが、中村静香さんの持つナイスバディなプロポーションは存分に活かされていたぜ。これはゲームファンのみならず、男性陣は大いに盛り上がりそうだわ。CM が放送されるや否や、セクシーすぎる中村静香さんの表情や胸の谷間にネットでは話題沸騰だったぞ。そりゃ、可愛いコスチュームを身にまとって、こんなにもグラマラスなボディを見せられたら釘付けになっちゃうわよ。中村静香さんの魅力あふれる CM となったことは間違いないな。5つ目に紹介するのは、抜群のスタイルで活躍している。2世モデルのスミレさんが出演していたエステの CM だぜ。石田純一さんと松原千明さんを両親に持つスミレさんね。美しい顔立ちと健康的なスタイルにすごく憧れるわ。この CM では、大胆な白いビキニ姿でその美しすぎるスタイルを見事に披露していたぞ。やっぱり見とれるほど美しい。だけど、このポージングは今の時代ネットで騒がれてしまう可能性もあるわね。殿方たちは、この CM を見て妄想をかきたてられた。なんて人もいたかもしれないな。だが、スミレさんの美しいスタイルは世の女性たちの憧れの的ともなり、エステの CM としては大成功だったと思うぜ。しなやかさと健康的な美しさが印象的なのよね。私もスミレさんみたいな素敵なプロポーションをゲットしたいわ。6つ目に紹介するのは、女優のエスミマキコさんが出演していた森永チョコレートの CM だ。エスミマキコさん、最近お目にかからないわね。当時からすごくかっこいい女性のイメージが強いわ。そんなかっこいい女性のイメージを強く持つ、エスミマキコさんらしいチョコレートの CM ではあるんだが、チョコを貪るように口に放り込んだかと思うと、突如カメラに背を向け服を脱ぎ捨て、美しい背中をあらわにしたんだ。服を脱ぎ捨てる？下着はつけていたんだよね。いや、下着も身につけずに、長い髪の毛で胸元を隠しながらもチラ見せするシーンが映し出されるぞ。チョコの CM でそこまであらわにしちゃって大丈夫だったのかしら。当時はまだ大丈夫だったぞ。上州者、エスミマキコをキャッチコピーに映し出されたその姿は、かっこよさが前面に出ていて女性たちも憧れるセクシーな CM に仕上がっていたんだ。CM の演出自体もかっこいい感じみたいね。これは女性が憧れるのもうなずけるわ。その後も、同シリーズの商品でエスミマキコさんが起用されていたぞ。コンプラが厳しい昨今でも、コンセプトがしっかりしていれば、こういった CM も受け入れられるかもしれないわね。7つ目に紹介するのは、女優の黒谷友香さんとアーティストの GACKT さんの共演で話題となった、大手エステサロン高野百合ビューティクリニックの CM だぜ。この CM、すごい覚えてる。二人ともセクシーすぎて目のやり場に困った記憶が。CM 内で黒谷友香さんは衣類を一切身にまとわず、優雅にプールを泳ぐシーンが放送されるんだ。2004年に放送された当時も、かなり話題を集めたぞ。そうそう。あまりにも清々しいほどにオール、どうさらけ出していたから。本当に何も身にまとっていないのかって、疑う人もいたと思うわ。さらに話題を呼んだのが、そんな一糸まとわぬ姿の黒谷友香さんをGACKTさんがプールサイドに引き上げる場面だぜ。二人とも息を飲むほど美しすぎて、里湯より衝撃度が高かったのは覚えているわ。これって、本当にありのままの姿で撮影していたのかしら。実は撮影中、黒谷友香さんは本当に何も身にまとわない状態で、現場には黒谷友香さんとGACKTさんの他に、監督とカメラマンしか入ることができないようになっていたと言われているんだぜ。そうなのね。さすが女優さんのプロ根性を感じるわ。さらにこの CM は、マリリン・モンローの未公開映像、ラストシーンの一幕を再現したものとされていて、海外でも話題になったそうだ。海外でも話題になっていたのは知らなかった。本当に黒谷友香さんとGACKTさんの二人がセクシーで美しすぎたものね。エステの CM としては大成功じゃない？現に、CM に出演した二人の色気オーラや美しすぎる姿に見惚れてしまう視聴者が多く、大きな反響を得たからな。今の時代には放送できないような攻めすぎた CM ではあるが、当時は大成功を収めたと思うぜ。間違いなく、世の女性も男性も二人みたいになりたいって思ったはずよ。それほどまでに魅力的な CM だったのは確かだわ。八つ目に紹介するのも、またもや高野百合ビューティクリニックの CM だぜ。おっと、次は沢尻エリカさん編ね。この CM も覚えているわ。こちらの CM でも、視聴者を釘付けにさせるセクシーな演出は健在だ。沢尻エリカさんの身にまとう真っ黒な衣装がどんどん溶けていくんだが、ただただその溶けていく衣装と、あらわになる沢尻エリカさんの素肌を見せるだけの演出だったぞ。そうそう。めちゃくちゃ綺麗なスタイルとすべすべなお肌が眩しいくらいだったわ。何より、シンプルな演出なのに目が離せなかったのよね。そうして最後には身にまとっていた衣装がほぼすべて消えてしまったんだ。はぁ、どこから見てもすべてが美しい。これほどまでの綺麗な姿になれるのならエステに行きたい。って誰もが思うでしょうね。
最終的には、ほぼ生まれたての姿になった沢尻エリカさんが地震で胸元を隠していたぞ。色気はダダ漏れだったけど、沢尻エリカさんの美しさとかっこよさが前面に出てたわよね。こういった思い切りのある CM も最近じゃあまり見かけなくなったけど、またやってくれないかしら。少し前まで色々とあった沢尻エリカさんだが、最近は芸能界への復帰も果たしていることから、またあっと驚かしてくれるような CM に出演するかもしれないな。やっぱりお綺麗ね。沢尻エリカさんのこれからも応援し続けるわ。9つ目に紹介するのは、女優の長澤まさみさんが出演した出光昭和シェルの起用 CM だぜ。起用 CM なら大丈夫そうじゃない？長澤まさみさんの雰囲気もとても綺麗だし危ない要素は感じられないわ。実際、こちらの CM では幻想的な森の中を長澤まさみさんが、自分を曲げない生き方は褒められるけど、本当にそうだろうか？と自問自答しながら歩みを進めていくところから始まり、冒頭からすでにメッセージ性の強い CM だということが伺えるぞ。ほら、全く問題ないじゃない。そして、目の前には広大な崖と海が広がり、迷いの消えた長澤まさみさんは、すがすがしい表情へと変わっていくんだ。器用らしさのある考えさせられる CM ってことね。長澤まさみさんの豊かな表現力とシンプルなキャッチコピーで演出し、新たな時代に立ち向かう器用の思いが詰まった CM になったようだぞ。長澤まさみさんの表情からも決意みたいなものを感じるわね。そんな CM で注目を集めたのは、長澤まさみさんの色気、セクシーさそのものだったんだ。どういうこと？肩を露出し優雅にストールを泳がせる長澤まさみさんのシーンが、なんともキックだと話題を呼んだんだぜ。確かに優雅で美しいとは思うけど、ちょっと無理がある気がするわ。何はともあれ、長澤まさみさんが美しいことと、この CM の演出が素晴らしいことは言うまでもないぜ。うまくまとめたつもりかしら？まあ、こういったメッセージ性のある CM というのも胸を打つものはあるわよね。最後に紹介するのは、堀北真希さんが出演した森永アロエヨーグルトの CM だぜ。この CM、大好きだった。アロエヨーグルトも大好きよ。この CM ではお風呂上がりの堀北真希さんが、冷蔵庫からアロエヨーグルトを取り出し、アップテンポな歌と軽快なステップを踏みながら、陽気な姿を見せてくれたんだ。見せてくれたって、あくまで演じてるんだからね。だけど、このお風呂上がり姿には思わずドキッとしちゃったわ。さらには、つるすべす肌を手で撫でるなど堀北真希さんの仕草も見どころの一つとなり、ネットでは可愛すぎる破壊力がヤバいと話題になったぞ。確かに、堀北真希さんの可愛さは全開だったわよね。みずみずしい堀北真希さんの美肌と爽やかさはアロエヨーグルトのイメージにぴったりだった。このお風呂上がりの白いワンピース姿に世の男性たちは心奪われ、いろんな妄想が広がった視聴者も多かったようだぜ。まあ、男性のみならず全視聴者が堀北真希さんの可愛さに心奪われたと思うわ。何より、結婚を機に芸能界を引退された堀北真希さんを、画面越しに見られることがなくなってしまった今では、ある意味令和では考えられない CM とも言えるぞ。確かにそうね。女優さんとしてもとっても好きだったから寂しい気持ちもあるけど、家族といつまでも幸せに暮らしてほしいわ。ということで令和では考えられない CM を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。